ます、えー、昨日は大阪にえ行ってたりバタバタしてまして、えー、更新ができなかったですすいませんでした明日から宮崎ですって感じでどうですかねうん 今日は休日土曜日ということでダラダラ喋っていこうかなと思ってます最近僕も <coughs> いろんな人の相談とか、えー、コンサルとか、えー、してるんですが、えー、なんかめちゃめちゃやっぱ多いのがまあ僕に相談してるっていうことで単純に多いのか世の中的に多いのか分かりませんが やっぱりコミュニティ作りたいとかグループ作りたいっていうのがまあ昔からですけどまあすごい <laughs> <laughs> えー、うん半分ぐらい相談全部いろんな相談の半分ぐらいはあの コミュニティ作りたい <coughs> っていう相談です。で、すごいわかると。まあ、僕もオンラインサロンやってますし <coughs>、他にもいろんなオンラインコミュニティ運営してますと。で、すごいわかるんだけど、はっきり言って、数百人以上の有料のオンラインコミュニティ、オンラインサロン、えー、グループ、 作るのって本で <coughs> 数千1万部とか、まあ、ベストセーラー <coughs> みたいに言ってもおかしくないぐらいの部数を、えー、売るより難しいです。冷静に考えてほしいんですけど本だったらまあ本に限らず、まあ、映画だろうがまあイベントだろうが1回1,000円とか2,000円出して面白おもくないで。 やっていけますがそれを月額で数百円数千円取るっていうのは、まあ、相当にハードルが高いことですなんかにもかかわらずなんか本を出すとかっていうことよりもイベントで数百人集客するっていうことよりもなんか簡単にできるみたいに夢物語を 考えてる人だから今も何かがこういうこういう趣味の人のこういうのが好きだからこういう趣味の人の、えー、オンラインサロン立ち上げようと思ってるんですけどとか <laughs> そういう系の話は、えー、いくつもあの相談来るんですけど。 まあ100%うまくいきませんよと、えー、言ってます100%はあれかもしれない99%うまくいかないとなんでそんなコミュニティに入るのって冷静に考えてよって何の意味があるんだと、うん、いう話ですなんかこうオンラインサロンとかオンラインコミュニティとか めちゃめちゃなんかみんな夢見がちなんだけどめちゃめちゃ難しいと思うしあんま再現せないんじゃないかなって今日はしてますがなんか今日 Twitter が月えーサブスクを発表して多分オンラインサロンみたいなことができるんだと思うんですけどまだアメリカとかの一部でしかやってない多分日本に えー、そろ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 というか何かヶ月後かに来るかもしれないんですけど <laughs> そうなってくるとねまあまた違うのかなって気もしますがえー、コミュニティオンラインコミュニティオンラインサロン <laughs> みたいな話で言うと確実に潮目が、えー、変わってきてますまあ一言で言うと コミュニティ文化のオープン化と一言で言うとコミュニティ文化の一般化による消滅 <coughs> っていう言葉で表すのが、えー、適切なのではないでしょうか、えー、つまりどういうことかというと オンラインサロンブームとかあってホリエモンとか <laughs> 僕とか、えー、西野さんとか佐渡島さんとかいろんな人がやってまあ盛り上がってた3年前とかって僕も、えー、コミュニティの本、えー、佐渡島さんの「えー、not alonebuttnot alone」alone. みたいな、えー 本を編集したんですけどコミュニティとは何か <coughs> そしてコミュニティはどう設計してどう継続させていくかみたいなえコミュニティ論っていうのが盛んに叫ばれましたですごいみんな好きでした僕も好きだったしコミュニティ論っていうのは抽象 <coughs> 度を上げるとすなわちえ非常に 人,人間とは何かとか、えー、社会とは何かとか要は国家もコミュニティだし <laughs> 会社もコミュニティだし、まあ、オンラインサロンもコミュニティだしつまり人が集まるってこと自体がコミュニティなんでコミュニティのうまくいく方法とかっていうのを語ることっていうのは、えー、そもそも人間とか社会とか <laughs> 集団の本質を探ることに近いので えコミュニティ論っていうのは、えー、非常に、えー、面白いと宗教にも近いし非常に語りがいのあるテーマとして皆、えー、好きでしたでえちょっとかじった人がでちょっとオンラインサロンとかに、えー、所属して、えー、運営をやってるみたいな人が ある種、えー、コミュニティマネージャーみたいな名前になって、えー、いろんな、そういうオンラインコミュニティ、オンラインサロンを作りたいと思ってる <laughs>、えー、著名人や、あまあ、会社、コンテンツ会社、雑誌とかテレビの、えー、コミュニティ運営を <laughs>。 になるとかっていうのが、えー、ありましたそれっていうのはなんか、まあ、ある種設計の仕方があるしで自分にカリスマ性とか、えー、人気知名度影響力がなくてもコミュニティマネージャーとしてならば、えー、その有名な人の運営として、えー、手伝うっていうのだったらできるし。 えー、コミュニティ論とかコミュニティの構築の仕方っていうのは <coughs> ある意味でシンプルだったりやり方が決まっていて逆にシンプルでやり方が決まっているのだがそれをやんないと全くうまくいかないというこの情報格差というか情報の非対称性というんですかね自分が知ってること知っているとその それ自体は大したスキルでも知識でもないんだけど知ってるだけで知らない人とは、まあ、圧倒的な <laughs> 能力の、えー、差ができるというので、まあ、コミュニティにいっちょがみしている人たちがコミュニティマネージャーという、えー、肩書きを名乗り始め、えー、いろいろなとこで、えー、見ました僕もコミュニティマネージャーとは、えー、名乗ってないですがいろんな、えー、オンラインサロンの立ち上げに協力してきました 多分、10個ぐらいは、えー、協力したと思います。まあ、最初にどうやって立ち上げるかとかって、どうやって応募、人を集めて、どうやって、えー、人数を増やしていって、どうやってグループを活性化するかみたいなやり方っていうのは、非常にシンプルかつ再現性が高いので、まあ、簡単に、えー、教えられる、逆に知らないと、えー、目から鱗だっていうので、まあ、非常に需要があったと。 えいう感じで。で、僕みたいな、えー、知名度とかなくてもコミュニティマネージャーって言って、それこそミノア編集室でやってますとか、西野サロンでやってますとか、HIU でやってますとかって言って、コミュニティよく知ってるので、構築しますみたいなので生まれたと思います。なんですが、さっき言った 今コミュニティってすごい変化したなと思っててそのさっき言ったコミュニティの一般化によるコミュニティ文化の消失みたいなことが、えー、起こってきててこれはどういうことかというと、うん、その最低限のどうやって、えー、Facebook グループ立ち上げるかとか 人を募集するかとかと <laughs> 最低限のノウハウはあれどなんか本質的なコミュニティ論みたいなものっていうのが <laughs> もはや机上の空論というか、まあ、別に間違っちゃいないんだけどさまつな議論だよねっていうふうになってるような、えー、気がしてます。 これは何でかっていうとそのコミュニティオンラインコミュニティが一般化しまくったせいです要は誰でもその規模の違いがあれどそのオンライン上でグループを作るそれが昔はオンラインサロンっていう、えー、名前で Facebook グループとかでやってそこで月額取ってやるっていうのがすごい斬新だったからオンラインサロンは詐欺だとか宗教だとか 意識高くて気持ち悪いとかいっぱい言われたけどもはやそんなの誰も言わないぐらいにオンライン上でグループなりコミュニティなりを作ってまあ無料の場合もあればそこでお金を月額で取るっていう場合も期間限定の場合もいっぱいあるっていうのがもう普通の普通の当たり前になりましたもはや宗教だとか詐欺だとか言う人もいないというか、まあ、普通パン 焼いいて食べるみたいなネット上のオンライングループに参加するみたいな普通すぎてなんかそれが怖とかえ大丈夫それ怪しくないとかっていうのがなくなりましたとそれこそ YouTube のメンバーシップもそうだし LINE の、えー、LINE アットとか LINE のグループもそうだし、まあ、Facebook のオンラインサロンもそうだし Note、まあ、もそうだしあるある えー、何かが好きな人同じような価値観の人で束ねて同じ場で、えー、クローズドの、えー、コミュニティを閉じたコミュニティを作ってお金を集めたり、まあ、無料で集まったりするっていうのがあまりにも一般化してもはや息を吸って吐くみたいなわざわざ言う必要もない、えー、特別なことではなくなったがゆえに この皆さんが皆さんというか、えー、ある種その流行ったコミュニティ文化とかコミュニティ論みたいな、えー、ものの大切さのが、えー、下がったんじゃないかなと、えー、僕は感じてます。これはどの業界でもそうなんだと思うんですがあの最初のその文化ができた時、えー、非常にリテラシーの高いというか まあ感度が高くてものを考えることが好きで新しいものが好きみたいなえ人たちが入ってくるとそこにえ非常にえハイコンテキストな文脈がえ複雑な文化なりえ作法なりが生まれてえそういうことが好きな人たちがそれを 自ら語ったり、自ら体現したりすることによってそれを盛り上げるみたいなのがあります。これはまあアイドルだろうがそうだろうと思うし、格闘技とか僕が好きな格闘技とかもそうです。格闘技とかもこの選手はこ,こ,こ,の,ジムが所このジムの所属で師匠は誰々でこの系統と 戦う選手のこれは昔ライバル関係にあった宗派だからこ,れこの師匠とこの師匠の代理戦争だみたいなのとかこの団体を運営してる人はもともとどこどこいてとかこの VTR 作ってる人はとからこの VTR に流れてる音楽はとか入場のやり方はとかチケットの売り方はとかなんかもう ほとんど内部内部の関係者かよっていうぐらいファンはそういう複雑な文脈ハイコンテキストなものを共有するのが楽しくてで作り手もそこに合わせてハイコンテキストなものを積み重ねてそこの共鳴がある種非常に一体感を生んで周りから見たら謎の内輪感なんだけどその内輪感が いい、えー、一体感とコミュニティの成熟に寄与し <laughs> まあ盛り上がるとでオンラインサロンとかもそうでそのオンラインサロンがうまくいくように設計するその設計のやり方自体を、えー、コミュニティ論とかがみんな好きな人たちが最初集まってたからああわかるわかるグループってこうやって分けてリーダーをこう立ててこういうふうにやればいいんだよねとかもうそれ自体が 当事者として要は自分たちが所属しているものの仕組みを仕組み自体が仕組みを考えたり仕組みを仕組み自体がコンテンツだったみたいなまあ立ち上げこうやって立ち上げるよとかうちのサロンはここはあえてやってませんとかなんか部活は部活を頑張ってますみたいなこの特に競争がないただ好きで集まる 部活っていうものがあることによってプロジェクトの時みんなが手が上げやすい環境になるんですみたいな <laughs> まああるしいくらでなんかそういういっぱい出たんですね僕もあのすごい勉強してたし、えー、実際にやってましたけどコミュニティをうまく生かすための、えー、工夫とかやり方っていうのはいっぱいあってその工夫とかやり方を やってる時も楽しいしそれを考えてる時も楽しいしその仕組みに自分が乗ってること自体もその仕組み含め楽しいとこのある種その非常にハイコンテクストなコミュニティをというものを語ったりすることが楽しくてコミュニティに入ってる人がいるっていう、えー、状況だったんですよしかしそのコミュニティというものがあまりにも、えー、一般化して え息を吸って吐くみたいな感じでネット上の何か,かしらのオンラインコミュニティに入ったりえ月額を払ったりするっていうことがあまりにも一般化したがゆえにでいろんな人が普通にやるようになったがゆえにそこら辺の主婦から、えー、朝倉みっくるさんまで、えー、芸能人まで、えー、やるようになったがゆえにもはやそのハイコンテキストなコミュニティカルチャーを 語りたいみたいな、えー、ニッチな人たちの、えー、影響というか存在感が薄まって「そういうのなんすか?」みたいな「いい別に朝倉のくのあの YouTube に公開されない動画見たいから入ってるだけっすけど」とか。<laughs> そういういことになってきてきるわけですよその時において「いやコミュニティはこうでこうでこういうふうにしないと熱を維持できないんで」みたいなこと言っても「いやもう分かんない気も」みたいなこれはよくありますアイドル文化でも多分こう人気ない地下アイドルとか秋葉原とかでやってる時は「アイドルとは」っていうのを語ること自体がファンの中でも楽しいんだろうけど AKB の総選挙で。 あの地上波で総選挙やるみたいになってよう知らん人も AKB を見るようになった時になんかそういやそもそもアイドルってこういうもんだよとかやると「いやもういいよお前」って多くの人が思うように一般化するということは、えー、そんなにコンテキスと文脈を共有したくない教育する気もない人が増えることでその時にその「いや実はこうで」っていう人はまあ単なるオタクだと。 まあそれがいいとか悪いとかじゃなくてえ何ですかっていう存在になると。で、えー、誰もがメンバーシップだとかオンラインコミュニティオンラインサロンとか LINE <laughs> とかでグループを作っていろ、えー、んなところに参加しいろんな,なお金を取るようになっていろいろ種類はあるんですけどオンラインコミュニティが日常化一般化したことによってもうそういうコミュニティとはと語ること自体が 非常に、えー、影響力が落ちているというふうに思います。で、それに伴ってコミュニティに求めるもの、コミュニティに入っている人たちも、そのコミュニティとはとか考えることなんてまるで興味なくて、普通にコンテンツが欲しいと、さくらみくるの言葉が読みたいと、リハックの。 楽屋トークを見たいとなんかそこのコミュニティでどうのうんぬんかんぬんっていうのは <laughs> まあ相対的に低まってあんまりみんなが興味ないと。でそんな状況において、えー、ある種僕に相談しに来る人とかってそういうまあ <laughs> 感度高い系が多いんでいろいろ語るんですけどコミュニティーとかとだからもうそういう時代じゃないよと。<laughs> コミュニティがすごい一般化したことによってそのめちゃめちゃ考えてるコミュニティのあり方とかあまり、えー、有効性のない自己,自己満足になってますよというのが、えー、多くなったんじゃないかなと、えー、気がしてます。で、えー、さっき言ったみたいに普通にシンプルにもっとシンプルにネットフリックスとかみたいな ラゾーンとかみたいなもののある種の、えー、個人版趣味版みたいになってってでまあそこで提供するものがコミュニティの構築うまくコミュニティを作るとかじゃなく普通にコンテンツ力に、えー、なってきたなと感じがしますそうなった時にいきなりなおさらいきなりフラット、えー 影響力もない、何もの特に強みがない状況でオンラインコミュニティ作るって言っても、いやいや、そんな都合よくいかないよというような、えー、状況に、えー、なってきてるんじゃないかなと思いますし、さらにそこにもう一つプラスして、えー、今タイパ、タイムパフォーマンスって言われるじゃないですか。まあ、YouTube も TikTok もどんどんショート。 短くなって,ってまあ、マインドシェアを全然取れない。まあ、時間がもう取れないし、マインドシェアも取れない。もう、すべて数十秒、まあ、長くても10分以内しかコンテンツはなかなか受け入れられなくなってる中で、まあ、オンラインコミュニティでコミュニティを重視するって方、えー、コミュニケーションだとか、やり取りだとか、それってものすごいマインドシェア取るんで、 このタイパの時代にもあの基本的には、えー、逆行しているというこの2つの側面オンラインコミュニティの一般化によるオンラインコミュニティ文化の消滅と、えー、タイパ時代にマインドシェアを取れないという、えー、ことこの2つによって今なんかオンラインコミュニティというのはなかなか <laughs> 昔のようにコミュニティ重視型で、えー、始めたり盛り上げていくっていうのは難しいんじゃないかなとむしろ純粋な、えー、コンテンツ勝負に、えー、なってもはやだからコミュニティというかまあサブスクみたいになってるような気がしますだからどんだけ面白いものを出せるか、えー、っていうふうになってまあ全ては全てのカルチャーは最終 一般化しシンプルになって大味になってって強いものが残るみたいなで一番面白い時っていうのはそのハイコンテキストなやり方とか何だとかっていうのを喋ったりする時でまあその時期がもうコミュニティ文化においては、えー、完全に終わってるなとだから Twitter、まあの <laughs> が始まると思うんですけどそこでなんか 昔のコミュニティマネージャーみたいな人が、おまたチャンスだって思っても多分もう時代が違って、そういうことじゃないよと。もうちょっとシンプルに、えー、コンテンツなり、えサービスなり、特典の内容で、えー、薄くつながりながら、え月額取るみたいな。そういう、え側に、え行くんじゃないかなって、気はしてます。以上です。いってらっしゃい。